崩壊スターレール出発式リリース直前生放送。イエーイ、さあこの番組はいよいよ明日に迫りましたフォヨバースが送る新作崩壊スターレールのリリースを祝い本作の情報をお届けする番組です。そして私番組進行を務めますマフィア梶田です。よろしくお願いします。お願いします。では早速ですが本日のゲスト出演者を紹介しましょう。まずは本作でペラを演じられている諸星すみれさんです。はい、皆さんこんばんは。ペラ役の諸星すみれです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きましては姫子を演じられている田中理恵さんです。はい、皆さんこんばんは。姫子役を演じています田中理恵です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さらに前回の生放送から引き続きのご出演です。本作を楽しみにしている開拓者の一人として夢追いかけるさん。はい、2回目の出演となりますバーチャルシンガーソングライターの夢追いかけることただのオタクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで以上のメンバーで本日生放送をお届けしていくんですけれども、皆さん、はい、セット、はい、見てください。こちらすごいですね。すごいな、請求列車がやってきましたよ。これ、ま、梶田さんここから外したのかなと思ってだとしたら重装備すぎる、ね、すごいですよね。これね、本国からわざわざコンテナに入れて運ばれてきたんですよ。すごいでしょ。めちゃめちゃでかいんですよ。めっちゃでかいよね。入ってきた時びっくりしました。そうなんですよ。だから今回ね、今回この空間も本来テレビで使うようなスタジオで撮ってるんですよね。はい、うん、はい、このでかすぎるんでこいつが。なるほどなるほど。はい、請求列車東京都内を走る。渋谷にしばらく留まった後列車都内を走るんですけれども、ちょっと勘違いなきように言っておきたいんですが、この列車がそのまま走ったら日本の道交法がぶっ壊れるんで、これの状態では走りません。あ、なるほど。アドトラックに乗せられた状態で皆さんの前で走り回ります。はい、なんでものすごいド派手なトラック見つけたらぜひぜひ皆さん写真撮ってくださいね。はい、すぐ見つかりそうですね。まあ、すぐわかるだろうね多分。さあそして続いての情報です。まずはこちらの映像をご覧ください。でこれは本物の乗り物です。ちょっとややこしいんですけどこっちは本物の SL です。すごい